特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。2024年のブレイク俳優を語ろう。どうも、ゆうちゃまです。2024年後半に差し掛かり、ブレイクした役者さんたくさんいてますよね。今回は、そんな役者さんをピックアップしてお話できたらと思います。まずは、メルル。火曜ドラマ、くるりで出演されてましたね。メルル、モデルだったり、バラエティの印象が強かったんですけど、最近ね、ドラマでの出演増えてますよね。表情とか白杖ガールとか。メルルの演技すごい自然で、何より可愛らしいです。くるりね、めちゃくちゃいいドラマだったので、これを機にメルルは女優として活躍してほしいですね。主演ってすごくないですか？なかなかないですよね。で、2024年ブレイク俳優で言うと、岡部隆さんですね。ブギウギ、虎に翼、2作連続で朝ドラに出られるっていうね。結構ね、虎に翼では重要な役どころをやられてました。お父さん役で出られてるんですけど、朝ドラで出られるとやっぱり印象残りますね。あの頃に出られた人だみたいな。なんか主人公の家族とかだとすごいね、出てくるシーンとかも多かったんで、良かったですよ。岡部隆さん、頭に残るこういいお芝居される方なんで、朝ドラブレイクによっていろんな作品にこれから出てほしいなと思います。最近 CM とかでも見ますね。最近 CM でも見かけますよね。朝ドラの影響って大きいですからね。メッセンジャーの黒田さんも坂口さん役でブギウギに出てたんですけど、お仕事増えてますからね。すごいですよね。ブレイク俳優、皆さんの中では誰ですか？よかったらコメント欄でお待ちしてます。結構ね、去年とか一昨年からもう活躍されてる俳優さんもたくさんいてるんで、ブレイクっていう定義難しいですよね。今年っていうと、いや、去年から活躍してましたけどってなるし、まだまだね、2024年は終わらない。これからのドラマ時代、役者さんの活躍をしっかり見守っていきたいです。そんなドラマ好きのゆうちゃまがお送りさせていただきました。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき、本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。